やめっちゃいい匂い最高懐かしいこのラーメン臭がするねラーメン臭ラーメン臭してますねセセルから俺から俺の大衆一つあるからミッドナイト TV ということではい、まあ、メインでも一応動画公開してるんですけどローソンのレンジ麺をちょっと買ってきましたおー改めてちょっとお店に並んでるやつをちょっと買ってみました、はい、生まれ変わったってやつねそうめっちゃ変わった本当に変わったと思う前なんかね前ちょっとディスったからねね、ディスったところをローソンに呼び出されたからこれはうまくなったとそうこれは本当にね豚骨結構マジ感動したもんうん、まあじゃあサブでも食っていこうとまあそういう話ですさらにバカ野郎おいローソンといえば唐揚げくんめっちゃ好きだわ唐揚げくんお唐揚げくんって糖質低いんだ意外となんかいいだろなんか急に始めてんな 1.6g ってはいくらいだいい増えるのヘルシーボイスはいいからヘルシーボイスカロリーボイス聞かせろとそうおにぎりもあんじゃんそして卵かけご飯とあまあ高菜はあれだね豚骨ラーメンアイスなんで米やばいな俺らが食うとまあそうだね食っていただいておにぎりはやばいまあもう好きなのかなぜひ食べてみましょう、はい、本当にねあの豚骨がねマジで結構革命起きてるから本当、うん、本当ほな醤油いこうかおいじゃあ俺も味噌いこうかおいあもう匂いがいいですねでこちらの味噌一味がね一味いいね豚骨は紅生姜ついてるおおそういう嬉しいアタッチメントもねあうまそううまそうそしていい匂い匂いがいい醤油醤油はホワイトペッパーこれホワイトペッパーで分かってますねローソンさんホワイトペッパーは分かってるマジ分かってる分かってる本当にぜひぜひいっちゃってくださいじゃあ食って食って縮れ麺だねうわこれですよ北の味がするから出た言ってたね、うん、なんかうん最高早っ、まあ、俺腹減ってるから逆に嘘くせんな早いねいつもな早いよねあーうまいわ食う前に言ってるやん実際そのね正直そのコンビニに並んでるやつをこの間食べたわけじゃないからさまあそうだねこれもちょっと気になるコンビニ並んでてもあの麺の感じをちゃんと残せているのかと確かにな自社でな確かにやったやつだから分からんからな接待用みたいなかもしんないからあるあり得るからあるよよく飛ぶアイアンかもしれんからなうん、うまいうまいうまい、うん、嫌な味しないってます、ね、そうそうだねケミカルな味はしないんだよ、うん、なんかでこれが唐揚げくんですよ、今日のメイン唐揚げくんですローソン定食や唐揚げくんはそれ食っていいってこと唐揚げくんは大丈夫だねこんな糖質低いと思ってなかったわマジであっ出た出た出たいってー最高だねあ本当うわいいな結局こういうのが最高だから、うん、一番やっぱ手軽っていうのがいいからねちょっとねちょい寒のこの時期あそうね確かに寒い季節に食ってみる、うん、とりあえず味噌食うまずは温まろうぜ冬だからうんうまいうまっしっかりしてる大丈夫これも絶対用じゃない買う可能性あるわマジでコンビニで買ってるけどねこれに関してはマジでうんまっこちらもどうぞぜひ食ってくださいもうやばいよあやばいよあやばいワンダフォーじゃあ、スルさんおすすめの、はい、豚骨本当にうわ、マジでうまかったよコンビニ並んでみて、どうかって話だよ時間が経ってあ、なるほどどうなってるってああ、うんあれいや、うまいよ普通にうまいけど、俺味噌の方が全然好きだよあ、ほんと好みがあるからやっぱ好みがあるんですからねなんて言うんだろうなんて言うこれなになにんあの、うまそうでも、うまそうだよっていう食うたのにあ、もやしいいじゃんあ、もやしとかねうんあらあら、味噌に手出したほらうんやっぱ嫌な感じがないっていうのはすごいわこれ余計なものはない普通にね、スルッといける感じだから俺は豚骨にはうるさいぜあ、本当におやっぱ大阪人だからな確かにうん、うまいスープうまいよね、普通にうん、うん、そう、スープうまいスープうまいよね味噌やなお味噌の方が好きやっぱり今までおー今の確か俺もそうかも寒くなってきたからっていうのはある結構さらっていけちゃうそうでもなんかしかも豚骨はちゃんと麺が生き残ってるその食感が、うん、食感あるよねそれがまたすごいことですいいですねワンダホーさあ、はい、ショウヤムーそれとエヴァのショウヤムーショウヤユーショウヤなんて今チンしてからもう5分ぐらい経ってるでしょそうだね一番遅く食っちゃったね申し訳ないそれでもまだあでも 麺全然、ね、多分生き残ってる多分ねうんうまっあ、うまいわうまいって言った文言をすすってる今なんかうん、うまいってなんかそのクトダマすらすすったよあら、いいっすかじゃあちょっといただいてあーうま卵かけ風ご飯やでほら風ご飯いただきますあ、醤油うまくねほんとに落ち着く味落ち着く味だね、うん、昔ながらの昔ながらのでも三者三様の良さはあるねまあ分かる分かる、うん、言うてねもう好みの問題ですよみたいなね、うん、今だって後から豚骨うまいもんずっと今口なんだねそう俺にうわっ
いけいけいけ。うわうわ、わんぱく。うわ、チャーシューね。チャーシューも地味ね。あけえへんけえへん CM。来ないか。けえへんけえへん。本当に結構醤油ラーメンって難しいよ。お、醤油にはうるせえからね。醤油にはうるせえよ、やっぱ俺は。俺は醤油にはうるせえよ。天王寺出身のやつはね、醤油にうるさいんだよ。そうなの。ちょっと甘醤油みたいな。醤油甘だね。あ、そう、甘いね。お、いっちゃっていっちゃって。おにぎり一定の、しかも卵かけご飯一定のだからね。醤油ラーメン。うん。一番いいっしょ。あ、うまい。一番合うでしょ。全然、うん、あ、うわ、しからの。もうこの、家で食う感じをそのまま。完全にそうだね。30代独身男性がやるやつだけどね。最高。最高だね。ユニバーサル、口の中が。おぉ。何や、卵のやつうまほんで。最高だよね。おにぎり。何これ食いかけだけども、この卵かけおにぎりめっちゃうまい。何これめっちゃうまいやん。海苔、味付け海苔で。そう。あ、そうなんだ。これと醤油がまた。これと醤油がもうめちゃくちゃ合うよ、ね。めちゃくちゃ合う、これ。あ、取られた。めちゃくちゃ合う、ほんとに。いったいった。あ、チャーシューもいっちゃって。うわ、からの、もうええわ、この、このルーティーンええねん。止まったな、醤油。ほんとに止まんないやつじゃん。おっさん。言うほど誇張はしてなかったんです、それも。ああ、持ってないってことね。確かに。おべっかじゃな。まあもう結構本当にガチレポさせていただきましたから、本当。はい。どれも結構良さがしっかりあるというか。確かに。本当嫌な味がしないっていうのがすごいいい点だと思うんだよな。魚食っていい？どうぞ。魚と、まあ豚骨と、あ、紅生姜もあったけど。まあホワイトペッパー入れさせて。あ、醤油に。まあホワイトペーパーも。国から言われてるんで。国から食うなって言われてる。うん。ちょっと言われてる、国から。ホワイトペッパー醤油と。最初から入れようこれ。ああ、うまっ。ちょっといいっすか、じゃあ。ホワイトペッパーは合うからね。やっぱそうですよ。うんうんなグレードアップするやろ甘め醤油やからめっちゃ合うグッとこう動物が出てくる感じグーンと上がったやろグーンと上がったじゃんかでそう玄米積んでるよこれ早いねだからもうさ目がもう全然ちゃうよなこれ食堂だわよな食堂に上がったんかなうまい食堂あっこのラーメンうまい何々大学のラーメンみたいなやつさ本当にそうこっからの豚骨高菜がいいですねめっちゃいいですね。うん、思ったよりやった。ああ、ほんと。それに関しては。めっちゃ動物じゃないからね。確かに、あっさり豚骨だからね。むしろ味噌の方が合うんじゃない？ああ、米はね。高菜は。確かに。うん、別に。おう。まあ、卵かけご飯のおにぎりがめっちゃ合う。卵かけご飯と醤油はマジだよ。やけに相性が良かったと。やっぱ、うん、豚骨の方が絶対合うわ。うん、さすがに。いやー、これは大満足ローソンセットですね。いろんな組み合わせを楽しんでみては。広告お待ちしたいわね。あー、確かに。なんか、最近熱い組み合わせある。熱い組み合わせ？グレイエグザイルみたいな。いやいやいや、失敗したやつだから。バーサスか。筋トレとウォーキング組み合わせると結構いいらしい。何やねんすよ。知ってんねん。筋トレした後にウォーキング、した後にそう、ウォーキング有酸素運動を入れると痩せるらしい。ウォーキングって有酸素運動なんだ。そうそう、有酸素やねん。ウォーキングなんか、この有酸素と無酸素の区別違う。無酸素っていうの、無酸素っていうか分からない。筋トレはまああれ、グッってなるやん、力入るから、ね、息せえへんやんみたいなことじゃない。多分スイミングも有酸素、有酸素なんじゃない。まああの 50m 走とかが多分無酸素。ああなるほど、ね、短いから長いやつはラーメンすするのは有酸素運動。まあある意味そういうところもあるかもしれないけど ね、 でもちょっと短距離走みたいなとこない。ああ、ラーメンはからな。フレンチは有酸素だけど。ゆっくり食べるからね。新しい。すごい。居酒屋は、居酒屋は確実に有酸素、居酒屋は有酸素だね。酒飲みっていうのは有酸素運動でしょ。そういうことか、うん、確かにね。ああ、いけるじゃん。いけるじゃん。だけど、どっちもやってるじゃん。ラーメン食って、うん、その後酒飲めば、おお、で筋トレとウォーキングみたいな、引き込んでいくな。この世界に。おい、ありがとう。よかったね、楽しいお昼ご飯ということで。ローソンさん、ありがとう。もっとローソンも作ってください。確かに、意外と近くいないんでしょ。あ、確かに。うちの近くにないんだよ。ないんです。大阪はいっぱいあんのに。あ、そうなの。あ、そう。一番最初にできたコンビニローソンだったもん、地元で。ええー、うん、もちろんそのローカルコンビニみたいなのもあるんだけど、弘前商店みたいなことじゃなくて、コンビニ、コンビニという名の。まあそれもあるけどね。9時5時で閉まるみたいな。あるからね。そうばあちゃんがやってる駄菓子めっちゃやってる、でよくわかる。スーパーボールめっちゃくっついてる、ボコって外せる。あるね。あれ何な、何なんだろうね、あれね。スーパーボールって今そんなあれだもんね、欲しいって思わないもんね。え、絶対楽しいって今。ほんと？スーパーボール今度じゃあサブちゃんでやりましょう。じゃあ飲みに持ち込み企画。興味ねー。ロングバケーションみたいにしようで、上から落として。僕のロングバケ見たことないわ。ええー。
スーパーゴールって江戸紫のショートコントしか。いや、ええねん。それか。面白いけど。あとタバコね。タバコくれよって言って。長い。それしちゃうよ。スーパーボールじゃん。ローソンでスーパーボールが発売されたら。発売されたら。うん。やりましょう。やりましょう。はい。さよなら。